J チャンネルです、今回ね抽選しましたがね、まあ、何件か、クレームというかね、抽選応募したのにね抽選してもらえなかったという、コメントを来ましたので、それにお答えしてみたいと思います。前からね聞いてくれてる方は大体理解してくれてると思うんですが、新しくね聞いてくれた方もいらっしゃいますのでね、説明してみたいと思います。まず問題はですね、今回赤と黒があって、赤で応募したんだけどその赤で抽選してもらえなかったとかいうのがありましてね、仮に30番としましょうか。仮ですよ30番で赤で応募したんだけど、抽選してもらえなかったということなんですが、その件についてね、まずね重複というダメって言って、この重複についてまたねめんどくさいんですけど、重複というのが本当らしいんですけど、重複でも多分ね通じると思うんですよね。そういう感じで、ダブリですよね。ダブってるのはダメですよというふうに言ってますので、この場合ですね、例えば30番で仮に例とした時に1番目に30番で黒で応募した方がいらっしゃいました。そして2番目で、30番で赤で応募しましたっていう方がいらっしゃいましたとなると、もうこれ重複重複ダメなので、1番目に応募してくれた30番の黒がもう抽選対象なんですよ。だから2番目に赤で、30番で同じ番号で応募してくれても、それはもう番号が同じなんで、それはダメですよということなんですよね。人のコメントをねなかなか全部見るのはなかなか面倒くさいと思うんですけどね、それはもうしょうがないということなんですよ。こういうシステムしてるんでね。あとは概要欄がない方は本当にねやり取りができないので、その時点で当たってもね無効になりますのでね、概要欄は作って応募していただきたいと思います。僕としてはね性格的にルーズにね緩くいきたいと思うんですが、やっぱりこういった問題が出てくるとなかなか全部ね説明しなきゃいけないということで、動画でね全部見てもらったら大体理解してもらえるようにはしてるんですけどね、なかなか、足りなかったのがあるのか、今後の課題にはしたいと思いますが、気持ちはよくわかるんですよね。そのせっかく応募したのにね抽選してくれなかったらやっぱり寂しいわけですよね。だけど一応その重複して番号にしてるんでね、そこらはもう本当理解してもらわないと今後なかなかやっていきにくいので、そこらはちょっとぜひね理解していただきたいと思います。またね、違ういい方法がね抽選方法があればまたそれを考えてもみますが、今のところなかなかねないんですよね。いい方法っていうのがないので、今のところは概要欄を作ってもらって、数字を書いてもらうとか、アカウント名でもいいんだけどな、そこらはまた考えてやってみたいと思います。はい、できればねみんなに当ててあげたいんだけど、なかなかねそうもいかないのでね、そういうことで、完備していただきたいと思います。それではね重大発表いたします。重大発表で今回当たった当選したムービー泉くんかさん、こちらの概要欄がなかったのでやり取りができませんということで、コメントしましたが、今日のお日夜12時までに、その概要欄がない場合はもうやり取りができないということで無効にさせてもらいますので、ぜひ概要欄を作って、概要欄が分かりませんという方はですね、もう概要欄の作る動画を出してますので、それを見て概要欄を作ってください。でもしこの方が概要欄がない場合は規定に沿ってもう概要欄がないとダメって言ってますので、もう一回抽選しますので、その時はまたねぜひ応募していただきたいと思います。もう一個あるんで、もう一個やってもいいかなと。だから理解して、やってほしいと。もともとプレゼント企画っていうのは、いつも動画見てくれる人にね当ててあげたいということでやってるんですけどね、プレゼント企画だけ応募するっていうのもありですから、それはそれでもうしょうがないということなんですよ。ただし、一つだけ言っておきますが、ストアアカウントで、申し込んでる方も多いんですよね、当たろうと思って。だからその例えば1人1個でもうぜひお願いします。そこら平等にしたいと思うので、それがもう分かった時点の人はもう省きますので、そこらはちょっとね
ぜひね理解してもらいたいと思います。応募するのはいいですけど、そこらはちょっと厳しくやってみたいと思いますので、できるだけそのいろんな人に当ててもらいたいという僕の自分の気持ちがありますので、そこでもう分かってもらなかったらしょうがないという形ですね。はい、ということでね、12時以降にまたね連絡がなければまた再抽選ということになりますので、またその時はまた見ていただきたいと思います。 J チャンネルでした。ではまた。ストライプにストライプ合わなかったな。合わなかったね。